42kg の設定。ヤマハの開発した音声合成システム、ボーカロイドに対応したボーカル音源で、メロディや歌詞の入力により、合成音声によるボーカルパートやバックコーラスを作成することができる。息継ぎ、強弱も入力可能。また、声に体を与えることでより声にリアリティを増すという観点から、 女性のバーチャルアイドルのキャラクターが設定されている。この記事では内容を分割しています。楽曲販売、ライブイベント、グッズ、その他コラボレーション等に関する情報については、下記のページをご参照ください。初音ミクは、クリプトンフューチャーメディアが2007年から展開している。 ヤマハが開発した音声合成システムボーカロイドにより女性の歌声を合成することのできるソフトウェア音源で対応エンジンのバージョン性質の違いにより複数の製品が発売されている最初の製品は2007年8月31日に声に歌い手としての体を与えることでより声にリアリティを増すという観点からソフトウェア自体を バーチャルアイドルと見立ててキャラクター付けした製品シリーズ、キャラクターボーカルシリーズの第一弾として発売された。初音ミクは未来的なアイドルをコンセプトとしてキャラクター付けされている。名前の由来は未来から来た、初めての音から、初音、未来からミク。発売元のクリプトンはキャラクター画像については非営利であれば、ほぼ自由な利用を認めており、ユーザーによる、 歌声の利用だけでなくキャラクターを用いた創作活動をも促進する形が取られている。動画を中心に初音ミクが歌っている歌という形を取った、あるいは初音ミクを題材とした10万曲以上に上るとされる楽曲やイラスト、CG によるプロモーションなど様々な作品が発表されており、初音ミクは こうした多くのユーザーの手による多彩な創作物から形作られる消費者生成メディアにより成立している女性アイドルという性格を持つユーザーによる創作物の中にはキャラクター利用の許諾を受けた上で CD、書籍などの形で商業展開が行われているものもあるまたキャラクターとしての人気の高さからゲームソフトやキャラクターフィギュアなど 関連商品、CG 映像を使ったライブなど、企業の企画からなる商業展開も多く行われているが、それらについてもフィギュアにアイテムとしてネギを付属させるなど、ユーザーによる創作から広まった流行を取り入れることも行われている。歌声の入力が可能なシーケンスソフトに用いられるピアノロール表示の例。初音ミクのボーカロイドエディターは図のものと、 同様、ピアノロールの音符の中に歌詞を入力することで歌を表現する。ボーカル音源ソフトとしての初音ミクは2007年8月31日にボーカロイドに対応の最初の製品が発売され、その後2010年4月30日に表情付けの異なる6つの歌声を収録した拡張音源パック初音ミクアペンドが 2013年8月31日に、ボーカロイド3に対応した、英語用の歌声を収録した、初音ミク V3 イングリッシュが発売された。2013年9月26日に、日本語用の歌声5つを収録した、初音ミク V3 と、それに、初音ミク V3 イングリッシュの歌声も収録した、初音ミク V3 バンドルが発売された。 2016年8月31日には最新のボーカロイド4に対応した英語用の歌声を収録した初音ミク V4 イングリッシュ日本語用の歌声5つを収録した初音ミク V4X とそれに初音ミク V4 イングリッシュの歌声も収録した初音ミク V4X バンドルが発売されたボーカロイド2版の製品は Windows 専用で 初音ミク V3 イングリッシュからは、Windows、m a c ン i n t o s h の両対応となっている。CV シリーズでは、歌手ライブラリーのベース音声に、音楽業界関係者からの起用が順調に、できなかったという事情や特徴ある声を求める、狙いなどから、声優の音声を収録しており、初音ミクでは、藤田咲が起用されている。クリプトンは、初音ミクを制作するにあたり、 約500人の声優の声を聞き込んだ上で、ボーカロイド2に,に適し、かつ可愛らしい声であることを基準に、藤田を選んだという。なお選定にあたっては、演じてきたキャラクターのイメージの影響を受ける懸念から、有名声優は避けられており、藤田は、当時取り立てて、有名だったわけではなく、むしろ、初音ミクに声を提供したことで、名が知られるようになった。藤田の声は、 ボーカロイドの仕組みとの相性が良いと言い、初音ミクは、ボーカロイド製品の中でも扱いが容易な製品となっている。音声には、得意な曲のジャンルや、テンポや音域が設定されているが、これらはあくまで目安であり、実際は非常に広い範囲で歌えるとしている。ただし、他のボーカロイド製品同様、歌唱に特化した、音声合成ソフトウェアであるためセリフを、 歌劇のように歌わせることは容易でも、自然に喋らせることには対応していない。初音ミクの元々のキャラクターデザインは、イラストレーターの系によるもので、頭髪は青緑色、髪型はくるぶしまで届く長さのツインテールで、黒のヘッドセットを装着している。衣装は襟付きノースリーブの上着にネクタイ、ミニスカートにローヒールの采配のブーツ、黒を基調として、 ところどころに青緑色の電光表示をあしらっている。左上腕部には赤色でレイチとキャラクター名をデザインしたタットゥーが入れられており、数字についてはキャラクターボーカルシリーズで最初に発売された製品であることを表す。初音ミクのデザインはヤマハのシンセサイザーデラックス7をモチーフとしており、これは1983年に発売され、 デジタルシンセサイザーの普及に貢献したヒット商品であるデラックス7にちなみ初音ミクも一時代を築いてほしいとの願いを込めてヤマハの担当者を説得した上でデザインに取り入れたものであるというまた工述の公式プロフィールにあるように年齢身長体重も定められているキャラクター設定についてはキャラクターを色付けしすぎないことも考慮されており 企画時には考えられていた背景設定などの採用は見送られ、最低限のプロフィールだけとなっている。また、発売後ブームとなってからはキャラクターを用いた作品の商業展開も行われているが、ユーザーによる創作物において好きなイメージの初音ミクがそれぞれ存在しているという状況があり、そうして拡散した初音ミクのイメージを収束させてしまう懸念から、 初音ミクの公式コミックスを作ったり、公式アニメにしたりすることは考えていないとしている。ただしアニメ化の企画を持ちかけられたことはあったが、クリプトン側の方向性とは異なるため、成立しなかった。キャラクターデザインを行った K の手掛ける漫画作品、メーカー非公式初音ミックスもタイトルにあるように、非公式という扱いになっている。ユーザーの創作から生み出されたものの中には、 口術のネギのように広く受け入れられ、関連グッズなどの商業展開に取り入れられた例もあるが、これも公式設定に組み入れられているわけではない。各製品のパッケージ等に使用されているキャラクターアイラストは、最初のボーカロイド2版のパッケージでは、K の描いたものが用いられているが、以降に発売となる、各製品ではそれぞれ異なる作家が起用されている。 2010年4月に発売された、初音ミクアペンドのパッケージでは、初音ミクが、その流行の中で様々な絵師によって描かれてきた、ことを踏まえ、特定の絵師が描くのではなく、フィギュア原型紙の浅井薪がデザインした 3D のフィギュア、ミクに、イラストレーターの猫板が着色をする、という形が取られた。2013年8月に、発売の、初音ミク V3 イングリッシュでは、 ザインが同年9月発売の初音ミク V3 では、駅島がイラストを担当している。キャラクターの利用初音ミクは発売後キャラクターとしても、人気が出たことからキャラクターをモチーフにしたイラストや、アニメーションの作成といった、ファンによる二次創作が行われた。そうした状況に応える形で、ピアプロキャラクターライセンスとそれに基づいた、キャラクター利用のガイドラインが定められた。 ライセンスの内容に沿ったものであれば、キャラクターを用いた無償の範囲での二次創作活動が公式に認められているほか、二次創作物の販布のため、ピアプロリンクという仕組みが提供されている。また、日本以外の利用者への対応のため、2012年12月に公式キャラクターイラストのクリエイティブコモンズライセンスの CC by NC 3.0でのライセンスも行われた。 ただし、キャラクターのイメージを損なうような行為などについては、規制されており、実際に成人表現を含む二次創作物などに、対する対応が行われたケースもある。なお、キャラクターの名称や画像を用いない楽器としてのみの、利用の場合は、公序良俗に反する歌詞を含むなどの一部の例外を、除き、商用、非商用問わず使用は、制限されていない。 初音ミクについては、以下のようなキャラクター設定、得意ジャンルなど公開されている。関連資料によっては、青年月日が公開されていることもある。デモソング各製品のデモソング発売前には、クリプトンの公式サイトやブログ上で、デモソングやキャラクターデザインの公開が行われたが、当初は、萌えを全面に押し出した、イメージ戦略に対し、 買いにくいといったような否定的な反応も寄せられた。また、大手 DTM 雑誌からも製品の紹介を断られたという。初音ミクは発売後、約1年間で4万本以上を出荷することになるが、当初の販売目標は2007年内に1000本であった。しかしその一方、初音ミクの流行の起点となる動画サイトでは、 同じクリプトンの販売している先代の合成エンジンボーカロイドを使用した製品メイコを使用した動画が投稿され一定の人気を集めていた。このためクリプトンも発売後の大ヒットは想定外だったが初音ミクを使用した動画が動画サイトに投稿されること自体は予測していたとしている。初音ミクはメイコユーザーの間では大きな話題となり動画サイトには 発売日を待たずに公式サイトで公開したデモソングを利用した動画が投稿されていた。2007年8月31日に初音ミクが発売されると初音ミクを用いた動画が動画投稿サイトに次々と投稿された。それらの中でも特に9月4日にニコニコ動画に投稿されたロイツマガールをアレンジした動画初音ミクにイエヴァンポルッカを歌わせてみたわ。 大きな支持を集め、初音ミク人気の発火点となった。この動画は、初音ミクの歌声による、イエバンポルッカと、デフォルメされた、初音ミクが長ネギを振る映像を合わせたもので、初音ミクの定番アイテムとして、ネギが定着するきっかけとなる、派生キャラクター、ワッチュネミクが誕生するなど後に対し大きな影響を与えている。クリプトン側は、 あとにこのワチュネミクの登場について創作ツールとしての初音ミクは何でもありだと直感してもらえただろう。可能性が思いっきり拡散して本当に良かったと評価している。こうした動画がニコニコ動画や YouTube で人気となり、それを見た視聴者が初音ミクを購入、新たな動画を投稿するという好循環により、初音ミクの人気は膨らんでいった。 特にニコニコ動画は動画の視聴者がその動画上に直接コメントできる機能を特徴としておりそうした視聴者の反応が得られることも投稿者のモチベーションを刺激した投稿される楽曲の傾向は発売当初こそ既存の楽曲を初音ミクに歌わせたカバー曲が多くを占めていたが徐々にユーザーが作詞作曲を行ったオリジナル曲の割合が増えていく オリジナル曲も当初は9月20日に投稿されて大きな人気を集めニコニコ動画で一時は最も再生回数の多い動画にもなったミクミクにしてあげるしてやんよのように歌うソフトである初音ミクの立場に立った歌詞の楽曲が多いという特徴があったが同年の末にかけては12月7日にニコニコ動画へ投稿され大きな人気を集めたラブソング メルトのように、普遍性のある楽曲が増えていった。また、ブームの広がりとともに、メイコや男性、ボーカロイドの、カイトにも注目が集まるようになり、12月27日には、CV シリーズの第2弾、鏡音、リン、レンも発売され、初音ミクだけでなく他のボーカロイドをも巻き込んだ、ムーブメントとなっていった。作品の発表の場となったニコニコ動画にとっても、 こうしたユーザーのコミュニティが作り上げる作品による文化の定着は好都合だった。初音ミクが流行し始めた当時、ニコニコ動画では、マッドムービーのような企業の著作権を侵害した動画への対応を進めつつあったためである。ニコニコ動画で、初音ミクを使用した楽曲を発表している作家は、アマチュアだけでなくプロの作家が楽曲を発表している場合もあり、 また2008年以降はライブチューンを皮切りにニコニコ動画で初音ミクを使用した楽曲を発表し人気となった音楽家が初音ミクを使用した楽曲でメジャーデビューを果たすケースが見られるようになっている2010年5月には動画サイトで人気となった楽曲を集めたコンピレーションアルバムエグジットチューンズプレゼンツボーカロジェネシスフィーチャリング初音ミクが 2011年1月には同様のコンセプトのアルバム ExitTunes Presents Vocalo Nexus Featuring。初音ミクがそれぞれより今週間アルバムチャートで1位を獲得した。初音ミク、プロジェクトディーバマイナスなどのゲームソフトや2009年以降開催されている。初音ミクのライブイベントでも動画サイトで発表された楽曲が使用されている。ニコニコ動画では 初音ミクで作成した楽曲以外にも様々な初音ミクに関連した動画が投稿されている。ニコニコ動画上では初音ミク発売以前より別のユーザーが投稿した動画を利用して新たな動画を作るといったことが盛んに行われていた。初音ミクを用いた動画からもそうした動画が数多く生み出され、 初音ミクで作成された楽曲に PV をつける、あるいはその楽曲を歌う、演奏するといったように様々な広がりを見せている。また、有志の手により、週ごとにニコニコ動画上で人気の楽曲を紹介する、週刊ボーカロイドランキングなどのランキング動画も投稿されている。こうした創作活動の盛り上がりを受け、 クリプトンは2007年12月3日にキャラクターの利用に関するガイドラインを公開すると共に二次利用可能なコンテンツの投稿サイトピアプロを開設しクリエイターの創作活動を後押しする体制づくりを進めている。初音ミクに関連するコンテンツは日本でのブーム当初から日本製コンテンツを好む国外の人々からも関心を集めた。 日本製アニメが違法にアップロードされた動画などによって海外に広まっているのと同様に作品の翻訳も行われ徐々に浸透していった特に大きな関心を集めるようになったのは2009年から2010年にかけ初音ミクのライブイベントミクフェスレイミクの悲観者祭の動画がアップされてからとされるライブイベントの動画は違法にアップされたものであったが これについては、多くの人に見てもらうことを優先し、あえて削除申請を行わなかったという。クリプトンの運営するレーベルカレントから、iTunes ストアを通じて販売されるボーカロイド、関連楽曲では、2010年以降アメリカからの売り上げが急増したという。アメリカでは2011年5月より、トヨタカローラの広告に起用され、同年7月には、日本国外で、 初めての単独ライブも催されている。初音ミクなどのボーカロイドのファンの間では、ボーカロイド製品のキャラクターをモチーフとして自由に、名前や用紙、性格などを設定し新しいキャラクターを創作するという遊びが行われている。そうして、初音ミクから生み出された派生キャラクターの中でも、ブームのきっかけとなった。 動画、ボーカロイドに初音ミクに、イエヴァンポルッカを歌わせてみたから生まれた2.5、頭身のデフォルメキャラクター、ワチュネミクや、初音ミクをめぐる騒動から生まれた、あ、汚ねる、初音ミクを使いこなせない、ユーザーの心象を擬人化したヨアネ、弱音、白などは、ファンの指示を得、クリプトンとデザインを行った作者との合意の上で、商用利用も行われている。特に、ワチュネミクについては、 PS3 ソフト、毎日一緒のトロステーションへのゲスト出演を皮切りに、初音ミク関連の漫画作品にも登場、フィギュアやステッカーなど、多数の関連商品にも用いられている。ただし、多彩な商品展開が行われているはチュネ、ミクではあるが、公式のキャラクターという位置づけではなく、系による、公式の SD バージョンのイラストも別に存在しており、 公式の SD バージョンについても、フィギュアなどの商品展開は行われている。ネギは、初音ミクにとっての定番アイテムとして、ファンの間で広く受け入れられている。これは派生キャラクターのアチュネミクを生み出した、動画、ボーカロイドに初音ミクに、イエヴァンポルッカを歌わせてみたで、ミクに長ネギを持たせていたことから広まったとされる。 ボーカロイドに初音ミクにイエヴァン・ポルッカを歌わせてみたは、ロイツ・マガールと呼ばれる世界的に流行したマッドムービーのパロディである。ロイツ・マガールは、フィンランド民謡のイエヴァン・ポルッカの音声に、日本のテレビアニメ、ブリーチの登場人物である、井上織姫が長ネギを回す映像を組み合わせたもので、この流行に触発されたオトマニアが、初音ミクで音声部を作成。 これに、卵がデフォルメしたミクがネギを振る画像をつけた。ロイツマガールとは、ネギの動かし方が異なるが、これは、両者の連絡の手違いによるもので、卵は、元のマッドムービーを知らなかったのが原因であるという。公式設定ではないものの、ファンによる、創作物のみならず、フィギュアに付属アイテムとして持たせるといったような形で、関連商品にも広く取り入れられている。 ミックミクという言葉はネット上で使用されている。ボッコボコにしてやによという表現と、初音ミクの名前を組み合わせたものとされ、初音ミクに魅了されたことを表す表現として浸透している。上位形として完全にミックミクにするという意味で、フル、ミックという言葉も使用される。自由国民社発行の現代用語の基礎知識2008にも、 はてなキーワードに見るウェブの言葉の一つとして記載された。この表現は、楽曲、ミクミクにしてあげる、してやんよ、のニコニコ動画上でのヒットによって定着したものだと言われている。初音ミクは、そのキャラクター設定などから二次創作などの導入との関わりもあり、初音ミク発売の翌月にはすでに、初音ミク関連のオンリーイベントが企画されていた。 初音ミクの登場は、同人音楽のシーンにおいて、歌い手の確保というボーカル曲に挑む、際のハードルを取り除くとともに、初音ミクが歌っていることに価値が見出されたことで、既存曲のアレンジなどでなくとも、人気を得やすくなり、歌物オリジナル曲の制作流通を容易にするという、状況をもたらした。ザ・ブヨー・シー・ロイド・エム・スターをはじめとする、オンリーイベントや、 同人誌即売会を通じて、初音ミクを題材とする同人誌や同人 CD などの創作物が配布されており、またこういった場で、初音ミクを題材にしたコスプレといったイベントが行われるなど盛り上がりを見せている。ただし、こうした文化については、初音ミクを題材にした成人向けコンテンツの存在といった問題もある。なお、初音ミクを用いて、 活動を行うユーザーすべてが必ずしもこのような文化と関わりを持っているわけではなく中にはキャラクター的衣装に対して肯定的でないユーザーもいるとされそのため単純にこのキャラクターがそのような文化に密接に関わっているとは言えないミクウミクダンスはキャラクター 3D モデルを操作しアニメーションを作成することのできるフリーウェアクリプトンの製品ではなく 個人の作者が、初音ミクの 3D 映像を作る目的で作成したもので、デフォルトのモデルの一つとして、初音ミクの姿の 3D モデルを内蔵しており、扱いの容易さが特徴とされる。クリプトンのガイドラインの改定で、初音ミクを利用したプログラム作品の公開が解禁されたことを受けて2008年2月24日より、公開された。 それまでニコニコ動画で発表される初音ミクの動画は静止画が主流であったがこれにより多くの 3D 映像が発表されるようになりミクウミクダンスの登場で歌声の存在であった初音ミクがアイドルとしての肉体を持ったとも言われるミクウミクダンスはニコニコ動画で発表されている作品のみならず初音ミクを起用した Windows Live Messenger や Google Chrome の CM の作成などにも使用されている。2007年10月14日に放送された TBS のバラエティ番組アッコにお任せ。にて、初音ミクが取り上げられたが、その放送内容に対してミクがきちんと紹介されていないソフトとは無関係なオタクを面白おかしく取り上げたテレビの印象操作などといった苦情や批判が相次ぎ。 クリプトンフューチャーメディアのホームページにあるブログへの書き込みが殺到した。クリプトンフューチャーメディア代表取締役の伊藤、ひろゆきは番組制作サイドに問題があったとしつつ、ユーザーを不快にさせたことへの謝罪コメントを発表している。なお、TBS 側はこの件に関して後に C ネットの取材に対し謝罪のコメントを出す予定はない。 具体的にどの辺が問題なのか指摘してもらいたいとコメントしている。この騒動は、初音 TBS ミク事件と呼ばれるようになった。10月17日、アッコにお任せ。による騒動とほぼ時を同じくして、Google やヤフージャパンなどの検索エンジンで、初音ミクを画像検索すると見つからないか。 初音ミクに関連する画像が存在するにもかかわらず、無関係な画像が表示されるという現象が指摘される。クリプトンはこの問題に対し、自社の側から、検索結果に対し何も依頼していないことを、コメント、グーグルと、ヤフージャパンは共に原因は調査中とした。一方で、同時期でも中国版、ヤフーの画像検索、グーの画像検索、ライブサーチの画像検索、 リバドールの画像検索などでは普通に、初音ミクの画像がヒットしていた。Google とヤフージャパンで検索できなかったのは、画像検索時のみで、ウェブ検索には問題が発生しなかったことから、画像検索のインデックスの更新の遅れが原因との推測もあるが、一方でイテメディアのインタビューに答えた技術者は、インデックス更新の遅れという可能性は低いとコメントしている。 Google、Yahoo Japan はどちらも意図的な削除については否定。Yahoo は同年10月21日頃、Google については23日には、初音ミクの画像が回復したとされる。Yahoo Japan は10月26日、画像データの収集が不十分だった。意図的に削除したということは、絶対にないと、画像データの収集が十分でなく、 遅れがあったことを認めるコメントを発表している。この騒動では、画像の検閲説まで生まれ、初音ミク画像検閲事件などと呼ばれるようになった。この二つの件は、連続して起こったことから一つに結びつけられて、大きな話題となり、一部の電子掲示板サイトでは、広告代理店、テレビ局、芸能プロダクションなどによるものだとする説まで、登場する。 祭り騒ぎに発展した。中には、そのような企業から下請けを行っていた会社の存在も指摘されていた。また、同じ時期に行われた、ウィキペディア日本語版における、初音ミクの記事の全文削除についてもこれらとの関連性を疑われている。電子掲示板サイトではこれらの問題に関するスレッドが乱立し、大きな騒ぎとなった。これらの騒動は、 初音ミクが消えた様子から翌年に発表された曲作品である初音ミクの消失と同名の初音ミクの消失と表現されたり初音ミク失踪事件と呼ばれるようになった。なお、こうしたスレッドの書き込みに影響を受け前述した下請け会社の存在と関連させ陰謀の首謀者に雇われ騒ぎを沈静化させるための印象操作を行っているキャラクター という設定のもとに創作されたキャラクターイラストが11月1日に公開され、初音ミクの派生キャラクターの一人である秋田ネルが誕生している。アホクネルの語源は、騒動の最中に陰謀論を唱えるスレッドでの騒ぎを沈静化しようと、秋田、ネル等といった発言が各地で続発したことによる。2007年12月。 初音ミクのムーブメントでの代表的な楽曲の一つであったミクミクにしてあげる、してやんよがニコニコ動画を運営するニワンゴの親会社であるドワンゴからの着歌配信に伴って当時の子会社のドワンゴミュージックパブリッシングにより日本音楽著作権協会への新託が行われたがこれに大使ファンからの大きな反発が発生した上記のように 初音ミク関連の楽曲では、他のユーザーが歌ったり PV をつけたりといった、幅広い二次利用が行われていたが、管理団体の管理下に置かれることでこうした作品について、たとえ作者が利用を認めていても許諾手続きや、利用料の支払いが必要となる懸念があった。また、同曲は、クリプトンの許可を得ずに、楽曲のアーティスト名を、初音ミクとして登録されていた。 この状況を受け、クリプトン側は12月18日、ジャスラック登録について、なぜその必要があったのか説明を求めた、初音ミクという表記については、事前の説明がなかった、とのコメントを、自社のブログに掲載。それに対し、ドワンゴミュージックパブリッシングは12月20日に、ニコニコ動画のブログ、ニコニコニュースにコメントを掲載し、アーティスト名については、 連絡不徹底による誤りとして謝罪し修正するとしたもののジャスラックへの信託についてはクリプトン側も知っていたはずだとし両者が互いに異なる主張を展開さらにドアン語から着歌配信されていた初音ミク楽曲の一部について作者との契約のないまま配信が行われているとする疑惑などが浮上しこれらも合わせ両者が ブログ上で食い違う主張を押収する事態へと発展した。着歌の無断配信についてはドア、ドワンゴドワンゴミュージックパブリッシング、クリプトン、クリプトンより、ドワンゴとの契約にあたる仲介業者として選定されていた、フロンティアワークス、作詞作曲者の5社が絡み、それぞれに十分な意思疎通ができていなかったことが原因と見られている。しかしながら、 これら一連の騒動については、最終的に双方の主張に食い違いを残したまま、それまでの経緯を水に流す形で和解が行われており、詳細については明らかになっていない。なお、ニコニコニュースについては、和解の後に、クリプトンとの応酬に関わるコメントが削除されている。 12月25日、ドアンゴミュージックパブリッシングとクリプトンは一連の騒動に関する共同声明を発表を。この件に関する経緯や事実関係に関して争わず、独自の主張をしないとした上で、今後初ネミク関連のコンテンツを新規に配信する場合には、制作者との契約を事前に締結し、締結が終わるまでは配信しないことを確認したとした。 また、権利関係についても、初音ミクで制作した楽曲データに関する権利は、データ制作者が、楽曲データに使われている楽曲の権利は作詞、作曲者が持ち、権利行使代行会社を、自らの意思により決定できること。ドワンゴミュージックパブリッシングが、初音ミクを使用して、有名になった楽曲の管理を著作者に申し入れる。際はジャスラックだけでなくいいライセンス等他の、 著作権管理団体への信託、信託を行わないなどの複数の選択肢について著作者に説明し著作者の意思を確認してどれを選ぶか決めることなどが示された。この一連の騒動については創作者とそれを受け取るユーザーがはっきり線引きされていることを前提とした著作権処理の仕組みが一般のユーザー同士で無償でコンテンツを 利用し合うという状況に対応していなかったことに問題の原因があったとされている。着歌の無断配信疑惑については、業界の観光からは問題ないとされる契約書を交わす前に、口頭での許諾で配信を始めるといった手順が一般ユーザーの意識とずれていたことが行き違いの要因として挙げられている。また騒動の背景には、楽曲に関する著作権のほかに、 コミュニティ上で育ったコンテンツで収入を得る行為を好ましく思わない一部のユーザーの態度やパブリックドメイン、クリエイティブコモンズに関する議論の影響が原因ではないかとの見解が出されている。この騒動ではクリプトンがクリエイター寄りの立場として支持された一方、プロのやり方を貫くドアンゴーミュージックパブリッシングやジャスラックが批判され、一時はニコニコ動画から増命の 初音ミクユーザーの流出も発生したが、クリプトンとドワンゴミュージックパブリッシングの間で、比較的迅速に関係修復が図られたこともあり、早期に秩序を回復し、その後も流行は拡大を続けることとなる。また、この後にはネットでの流行に配慮した、権利処理の仕組みづくりも進められている。ありがとうございます。